こんばんは、新大阪駅に来ております。私新大阪駅ってすごい好きなんですよ。前から言ってると思うんですけど、多分全国の駅の中でね、一番好きなの新大阪駅って言っても、別に問題ないんじゃないかなぐらい、好きなんですが、この駅の周りはですね、土地をかなり贅沢に使っておりまして、こうやって周りを見てもなんかここに高層ビルの一個でも建てればいいんじゃないかなとかいつも思うんですけど、特に何もないし、それからね、これもまた面白いんですよ。伊丹に降りる飛行機がこうやってすぐ上のところ飛んでくんですよね。これまた新大阪駅の面白いところの一つです。この駅舎もまた1960年代がそのまま残っているような感じ、とても味があります。で、今回はですね、初めて私も新大阪に泊まるということになりました。だいたい泊まるときは梅田とかなんですけど、今回はね、新大阪での宿泊です。で、どこのホテルにするかな、前からね、気になってるところがあったんですよ。新大阪コロナホテル、実は今回のコロナウイルスとか全く関係なく、コロナホテルについては知っておりまして、新大阪界隈でもね、かなり昔からやっている老舗ホテルらしいんですけども、なんかコロナが流行り始めた時に名前が名前ですからね、風評被害みたいなのが生まれたらしいですよ。そんな名前ごときで風評被害とか本気にするのかって、なんか関係あるわけないじゃんかと思うんですけども、なんかホームページとか、なんかネットニュースみたいなの書いてあったんですが、ともかくですね、そんなようにもうそういう名前のホテルですから、きっとコロナ対策とか相当気をつけているだろうし、それからそもそもなんかホテルとしてもね、とてもいいところらしいんですよ。だからコロナウイルスとかそれは関係なくまた泊まってみようと思います。ていうか、コロナっていうよりはなんかCOVID-19 みたいな呼び方の方がなんかいいんじゃないのかっていう気もするんですけどね。みんなコロナって呼んでますからね。最初は撮影の都合で正面口のところにいましたけれど、本当はこの東口が近く、東口から徒歩2分の近さだそうです。それでしばらく移動して新大阪東口にやってきました。私新大阪東口は初めて来ましたが、新幹線の改札から歩いて3分ぐらいかな、多分。実質多分徒歩5分みたいな感じになるんでしょうね。で、驚いたことに駅前で道にバケツを置いて、その中にリンゴを入れて売っているわけですが、2020年になって新幹線の大ターミナル駅でこんなことをやってるとはね。しかもここで見る限り結構多くの人が立ち止まって、老いも若いも女の人が多いようですけれど、普通に買っていくというのがすごいな。売れてるみたいなんですよね。へえ。大阪って先進的なのか、それともなんか前時代的なのか、どっちなのかよくわからない。それが大阪の面白いところだと思いますが、さあともかく着きました。新大阪駅東口なんか2つあったらしくて、別のもう1個のすぐ近くにあった東口から行ったから近かったらしいんですが、ともかく確かにコロナと書いてある、こっちの方が元祖って言ったらおかしいんですが、コロナという名前なんですけども、中学の理科の授業でコロナとかね、黒点とか習ったと思うんですが、太陽のなんか輝き、どうもそれをイメージしたんじゃないかなんていう話はね、インターネットに書いてありましたが、あとは豚も確かなんかコロナの意味があるんですよね。で、なるほど、確かに豚くんのお出迎えですわ。とても伝統はありそうなホテル。確かにこれもまた1960年代って感じがするけど、その頃からの建物なのかどうかは私は知りませんが、新幹線のすぐ脇にあるホテルなんですね。朝ごはんが美味しいそうですよ。で、大浴場もついてるとか。入り口すぐの目立つところに 70% のアルコール消毒液があって、フロントも綺麗ですね。新幹線の音がしてくるな。で、部屋は622だそうなんですけど、新幹線の見える部屋じゃないか。で、今回もですね、企業案件の出張でして、コロナホテルの企業案件ではないんですけど、それ2人で来てるツインルームなんですが、確か GoTo 適用で2人で朝食付きですごい安かったですよ。7000円とかだったんじゃないかな。で、この部屋の景色なんですが、これすごくないですか。こんな風になってんですね。ちょうど東海道新幹線が新大阪の駅を出てくるのが見えますよ。N700S じゃないですか、これ。試運転だって。最近出てきたばっかりのやつだな、これ。ほら、車内が全部閉じられているから。グリーン車なんか真っ暗ですよ。何これ。これ面白いな。いきなり適当に撮ったやつが N700S だっていうのも面白いですけど、部屋からこんな目の前に見えるのか。
もうでかい飛行機はなんか売っちゃうらしいですから、あれも見納めかもしれないな。すごいところだな。部屋からね、あの阪急電車の未成線の跡も見えるんですよ。あれそうなんですか、あの阪急電車って新大阪に来る計画があったんですが、まあ、もう完成しないんじゃないかと思うんですけど、あそこに鉄道を通したかったようで、用地買収とか一応されてるんですよね。駐車場になったりとか空き地になったりとかしてますが、というなんかいろんなものが見られる。これ交通マニアみたいな人におすすめなのスーツ旅行チャンネルじゃなくて、これ交通チャンネル出した方が良かったかもしれないな。本当に次から次へといろんなのが来ます。若干在来線も見えます。特急サンダーバードが大阪へ向けて最後の一区間出てきました。また来たよ。これいいっすね。かっこいいわ、ほんと。お客さんがすごい近い。光号。うわー、全然乗ってないな、光号。すごいな、こんな感じか。どんなお客さんが乗ってるかまで見えちゃうよ。逆に向こうからも見ようと思えば見えちゃうのかもしれませんけど、基本窓は閉めた状態になってますから、窓は開けて撮ってるんで、そんなに中のプライバシーが侵される心配する必要はないと思います。おー、次から次へと来るじゃない。これは N700A か。まあ基本そうですよね。何でもね、 N700S に見えてしまう病気みたいなのにかかりますよ、東海道新幹線最近乗ってると。あれ N700S じゃないかな、あ A だったわ。これは博多行きか。通りでまだまだお客さんがいっぱい乗ってるわけですわ。でもなるほど、これ確かに夜眠れないっていう人もいるんじゃないかと思うんですけど、なるほど、だから新幹線が午前6時まで、夜の0時から午前6時までは運転しないという原則が作られたりしてるんですね。強いですね。今この線路、さっき1分ぐらい前にここ新幹線が向こう行ったと思ったら、もうすぐ反対の新幹線来たんですよ。さて、夕飯を食べるために2000円分もらった GoTo クーポン、地域共通クーポンをもらって、また新大阪の駅に戻ってきました。こういう場所があるんだってね、それがもうすでに不思議な感じがしますけど、新大阪駅にはいろいろな顔があるんですよね。新大阪駅周辺はもともと何にもないところだったらしいんで、ここにホテルとか周りに建てるのは相当簡単だったみたいです。だからホテルとかいっぱいあってね、立地のいいところが多いですね。とても、GoTo キャンペーンで大阪らしいものを食べようと思ったんですけど、だいたいそういう場所は混んでたんで、普通にオムライスでいいやということにしたんですが、まあ、注意書きがあるんですね。寝転び云々これ禁止しますと書いてあるんですけど、一個上から目張りがしてありまして、これ要するにもともとできなかったことが解禁されたってことでしょう。これ読めるかな。ここにはですね、指定場所以外の喫煙っていう風に書いてあるみたいだったんですけど、それが埋められたっていうのはどういうことなのかな。別に指定場所じゃなくても好きなところでタバコ吸ってもいいですよってことになったってことはないと思うんで、まあ多分もう喫煙所が駅の中から完全になくなったんでしょうね。それで消されちゃったんだろうな。見直してみたら確かにこう書いてあるわ。今はもう全面禁煙ですから。さあ、そして今夜の11時ぐらいを回ったところなんですけども、せっかくこのホテルに泊まったんだからと思ってですね、撮りたい新幹線があるんですけど、お、来た来た来た。あ、やっぱかっこいいですね。これですよ、500系新幹線。静かに撮ります。ちょっとミスっちゃいましたけど、やっぱかっこいいな。でも明日の朝ももう一回行きますから、明日の朝が本命なんでね、ちょっと注意が必要な新幹線だってことは分かりましたんで、とりあえずこれで撮影は終わりです。そして今ですね、0時を少し回って0時20分ぐらいなんですけども、静かになったんですよ。新幹線がもう、要は午前0時になると新幹線って走るのやめるんでね。その代わりですね、線路の上に、さっきの方がすごい光景だったんですけど、人が早速このように出てきて、夜の保線作業が始まりました。さっきはもっとわらわらわらーっとね、いっぱい皆さん集まって
ここの上をどうも歩いて行かれていたようなんですけども、新幹線も大変ですよね。本当夜の0時から朝の6時までは走らせることができないで、その間に全部の補修作業をすると。ともかく夜になるとこのように静まり返りまして、新幹線もピタッと止まりますから、寝るには問題ない時間となるわけです。このコロナホテルでね、ぐっすり眠るにはもう夜の12時に寝るということを考えておいた方がいいですよ。あんまり朝寝坊にはもしかしたら適したところじゃないかもしれませんが、早起きできていいんじゃないですか。さて、そしてまあ寝る前にですね、ここ行こうと思ったんですよ。こういう立派な評判のいい露天風呂があるらしいんで行きたかったんですけど、まあ、ちょっと残念ながらですね、明日の朝も早いので、まあ、やめとこうかなと思って。あ、でも明日の朝のそのいい時間は男性の利用できるようなあれになってんだな、ちゃんと。女性もまあそんな貧乏くじってわけでもないしね、割とうまい具合に調整されてるみたいなんですけど、あ、明日の朝行かれるんだったらいいや、早く起きて行ってこようかな。まあこういうのがあると思うんで、早く起きられるかどうかはまた別なんですけど、まあ、ともかく紹介だけちゃんとしておきます。ただね、飲み物をちょっと買っとかないといかんなと。このホテルの下に自販機あるんですよ。それやっぱ買いに行くことにしましたが、まあこの服、これ着て大浴場行っていいらしいね。じゃあ自販機ぐらいのほう行ってんじゃないかなと思うんですね。これ店員3名って書いてあるのちゃんと守ってますよ、さっきから。しかもなんか値段も良心的だと思うんですよ。スイカも使います。なんかすごい、このホテルも行ってました。なんかね、ネットのニュースのあれに取材答えてたみたいですけど、こういう名前してるからうちで出すわけにはいかないって、そういう意気込みでやってるそうです。まあでも出ちゃうのは 100% は無理だと思うんでね、本当に 100.0% は。まあ善良な、なんですか、注意をしていればね、もうそれで十分な注意をしていればそれで十分なんじゃないのかと思うんですけど、なんかね、うちのスタッフがね、何かを見つけたらしいんですよ。来た。じゃあ950から972までなんとかって言ってる人の声が聞こえました。ってことはこっちがブツブツ喋ってる声も聞こえる可能性あるけど、 JR 東海の補修車両が来ましたよ。これ面白いな、これ鉄道マニア。でもここずっと行って一晩中窓開けて景色見ながら、ここ実況中継みたいなしたらそれはそれで楽しそうだな、その企画も。まあうるさいってほどじゃないと思いますけど、新幹線の方向に比べればね、補修車両のたまに通るだけだったらまあ大したことない。それではだいぶ遅くなってしまいましたけれども、ともかくですね、眠ろうと思います。このベッドについての感想でございますが、大変伸びやかでですね、清潔という感じですね。あんまそれ以上言いようがないですけど、硬すぎるわけでもなく、沈み込むわけでもなく、よく落ち着けるベッドだ。これ一日過ごしても疲れなさそうです。新幹線の保線車両いっぱい来ますんで、窓を開けてるとやっぱり、ね、さすがにちょっと音が、エンジンの音が入ってくるんで、しっかり二重窓を閉めていきましょう。そのための二重窓です。はい、そしておはようございます。翌朝の今ですね、6時30分なんですけども、新大阪駅が向こうにもよくまた見えるというのは、これはまあ昨日と変わりませんが、朝の方がよりすっきりしてていいですね。まあ、そして今日の天気とこの気温がまたすっきりしているから、その印象が強くなるんでしょう。朝ごはんの時間が始まっています。じゃあ朝食も食べましてチェックアウトです。朝食相当良かったですよ。部屋のレベルはね、東横インプラスアルファみたいな感じなんですけど、
朝食はもう東横インのなんか3倍か4倍ぐらい良かった。なんか引き合いに出される東横インがかわいそうですけどね。